イドル風来坊です。風来坊です。ギターとベースの音楽ユニットです。暑さでイライラしていませんか？暑いかな今わかんないけどイライラしてませんか？イライラしてませんか？大丈夫ですか？なんかこのジャケットさ、うん、このダンクトップ着るたび思うんだけどさ、うん、キャンペーン悟空っぽいよ。亀仙人のこの頃なんか悟空に随分絡んでくるじゃない？この前もそうだった、うん、オスオラ悟空。でも俺 DB って見たらドラゴンボールじゃなくて、データベースって思ってでもこの間ほらフリーザムと一緒に殺しますよって殺しますよ殺しますよ本当に怖い人は殺しますよとか言われなくても怖いです。あ、まあそりゃそうだ。何の話だこの悟空の話。悟空が悟空テイストが濃いよねっていう。もうドラゴンボールよく知ってんだけど、あのドラゴンボール自体は知ってんだけど、うん、話よく知らない。俺もそうなの実は天下一武道会っていうのがあってぐらいは知ってる。なんであの死んじゃって子供が出てきてぐらいはもう分かんない。スーパーサイヤ人は分かんない。うん、うん、なんか今もやってんでしょ？今もやってないの？分かんない。 Z とかあるよね。ああよくわかんない、うん、よくわかんないです。実はワンピースももう滞りました俺も。あ、そうなの、うん、ワンピースね全然つい最近だもん。主人公がゴムの木で実、うん、まだわかってないでそれが要因でこう腕が伸びるようになったっていうのを知ったのはつい最近です。はい、ね、最近ねあれが楽しいですよ。新信長後期っていうのがねこの間ね第1巻出たんですよ。漫画海谷しのぶさんのライアーゲームとかですよ。頭いいで漫画の人です。戦国武将のクローンが、うん、今の時代、まあ実際2200年だっけな、ちょっと先の世界なんだけど、うん、その時代にクローンで、うん、その戦国武将の連中がみんな一斉に揃ったらどうなるのかっていう、うん、嘘、刑事出てくる？あ、刑事は出てこない。戦国の世のは今んところまだ刑事出てこない。でもだから秀吉、信長、あと家康もちょこっと出てきて、あとなんかもう30何人出てくるの。戦ってはあ、戦って出てくる、もちろん出てきますね。何か、うん、謙信は、あ、出てきます。信玄は、あ、もちろんもちろんそこら辺で見る気満々になった。まあいい、うん、ちょっとそれがね頭脳戦をねやって誰がその学園のトップになるかっていうのこの前あの Q様ってテレビで、うんうん、あのクイズのやつ、うん、あれでなんだ歴史に詳しい人たちが選ぶ、うん、最強の武将っつって信玄が1位だったよ。へえ、あ、意外と思って。あのね、でも信玄はどうだったっけな。あ、でも信玄はね甲州街道の族をまとめてあげてました。ああ16歳にしてぽいな信玄は、うん、なんかそんなだったな確か。いや俺今回甲府に遊びに行った話したじゃん。言えねえよ信玄なんて。信玄公だ。信玄公だから年公はそう。そうなん。言えねえ、呼び捨てなんかできねえよ。雰囲気でできねえよ。信玄公ですよ。信玄餅とか言ってるくせにね。うん、そう、なんか、ね、面白いんですよ。武田神社ってのがあるんですよ。武田神社。うん、甲府駅からねバスで5分10分だったと思うな。おお、じゃあ歩こうと思えば歩けるのかな。うん、歩けた。うん。うん、ね、すぐに近い武田神社ってのがあるんですよ、うん、そこがもともと武田信玄公がお住まいになってたんですよ。だから親方様って、今親方ってはは親の方向の方の親方っていうけど、うん、じゃなくて当時の親方様って館なんだよね。ああ、なるほどね。何々美術館とかの館、うん、で親方様ってそこに、その この井戸で、うん、作ったお茶でみんなが飲んでたよとか、うん、なんかあったりするんですよ。神社のそのとあのガランガランの、うんうんうん、ガランガランの周りにこう敷地が残っててね、なかなか結構広いんだよね。でも俺がメインだったのはそこじゃないんだけどもっと武田神社を越えてさらに奥行くね。もうバス乗って、うん、甲府駅からバス乗って行ったんだけど、うん、武田神社でほぼ全員降りるの。でもうそこから先は住民だけが残ってるところに俺も乗ってて、うん、で、うん、住民も全員降りて、うん、俺だけが終点で降りた、うん、
でそこに井戸があって、うん、武田信玄が生まれた時の産湯に使った井戸が残ってそれを俺はそこを見に行ったんで誰もいなかったけどでもそこにねあの、うん、像があるねこう座ってた銅像じゃないけど、うん、昔は木なのかな、うん、なんかね、まあ、こんぐらいの、まあ、実物大に近いような像があるの、その前のあれはオーラはあったよ。信玄公、信玄公、あの甲府駅前にもあるけどさ、銅像みたいな、うん、同じじゃない、奥にあるやつ、あれ面白かったよ、あーと思って、あすげえなって。ほら北海道人だから、うん、これあないのよな、その地元の地元の名刺的なのが。まあそりゃそうだわな、うん、まあそりゃそうだわな、うん、あって函館の五稜郭あたりぐらいだから、うん、あとこういうやつでしょ、あのクラーク博士、あれだってもう全然小あの明治以降だからね、近代史だからね、うん、近代史だから、もう信玄だや信玄信長がや戦国でわーってやった時代、うん、なんかもうその時代は熊と狐がわーだからね、うん、北海道はそう ね、 ね、アイヌ民族とそれ、まあ、アイヌ民族だって北海道全土にいたわけじゃないから、わーってやった時代だからちょっとないので、そう古い何百年前とか、うん、甲府だって開府500年とかでしょ、おー、だからそんなのなんかないので、うん、ちょっとね、わー何百年前にちょっと思いを馳せて、何もいいよね、古いとこ行くとね、いいね、いい、楽しい。だから次は謙信とこ行きたいね。あー謙信、うん、謙信はどこなの、藩は、あの人は上杉謙信、あっちの、新潟とか、ああ上州とかな、うん、そうそうそうだよね、ああそうか、で降りてくる時にあれか、そうそう、あそこの席で要はあれだ、家康に裏切られちゃうんだ、あ違う、ん家康が仲間にするのか、俺そこら辺の歴史がねちょっとねあやふや、まああやふやでもねでも謙信の、うん、上杉謙信の部下の直江兼継が謙信公の直下で、うん、直江兼継は確かに新潟の方なんだ、で塩を送るは謙信でしょ、うんうん、籠城した、うん、あの信玄に塩を送る、敵に塩を送るの、うん、有名な由来ですよ、逸話ですよ、信玄公だったの、そんなことなんでね、あの新信長後期はね、うん、ちょっとあごめんね話でしょ、面白かったなっていう話をしてるうちに、うん、だいぶ時間が過ぎちゃったんで半分ぐらい過ぎちゃった信長後期ってあ、いいよいいよ、ここまで来たら話そう信長後期って実際にあるやつどっちだっけ、信長の自叙伝みたいなやつでしょ、あのね2つあんだって、ほうで信長ってよほら超エキセントリックで、うん、短期で、うん、だ今スティーブ・ジョブズみたいな、うん、俺映画見たばっかだからだけど、うん、スティーブ・ジョブズみたいなこうお前なんかっていう、うん、で光秀をハゲみたいな、うん、いう話があるじゃない、うん、興奮すぐお前絶対高血圧だろみたいな、まあ、あの泣かぬなら殺してしまえだからねでそれ のイメージの元になった信長を書いてた本が、うん、信長後期だったかな、なんだかってあるのよ、でもそれって実は後々書かれた、どっちかって言ったら、に今でいう漫画みたいな小説みたいなことだったらしくて、だから、前田慶次を語るのに、うん、花の慶次を読んで、うん、これが実物って思ってたぐらいの脚色の仕方なんだと、あそういうことね、分かりやすいね、うん、ね違う、花の慶次はそんな花の刑事もあもちろん史実に基づいて脚色はしてるけど、うん、でも違うじゃない、うん、でもそれがだそれは当たり前、うん、それが本物だと思ってる人は今だったら多いって、それ漫画だよって言われるけど、うん、その信長に関した本を元に研究をなされてたのが最近までの信長の話で、うん、でそれは後々すげえ後々に書かれた本だと思う、うん、で元々あった信長の実物像、うん、実像について書かれてるのは、うん、信長の部下がちゃんと書いてて、それはそれで最近見つかったと、ただだいぶイメージが違うんだって信長のイメージ、あんなにあの泣かぬなら殺してしまいじゃなくて、うん、実際街を歩いてて貧乏人がいて、う
でその貧乏な人がその食事も、うん、とにかく栄養が取れなくて、うん、こうあの体とか良くなくて、うん、こうやって小屋の中でこうやってふーってなってたら、うん、あいつのために小屋建ててやるって村村民呼んで、どうにか手配はするからあいつをちゃんと養えっていうのが信長だったっていう話が出てきて、だいぶイメージが今変わってるのが信長で、信長後期ともよくあったじゃん、それどっちだったか分かんないんだよな、そういう話もあるんですよ。そうそうそう、そう新信長後期の中で、うん、だから今歴史がさ、うん、実は違うよねっていうのが結構出てくるでしょ。それこそ泣くよウグイス平安京じゃねえんだぜみたいなさあ、そうなの、平安京もそうなの、わかんない、あ平安京は鎌倉、あ いい国じゃないらしいでしょ、いい箱、うん、らしいでしょ、うん、だそれと一緒でさ、あの家康もあのなんだっけ、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスだけど、うん、実は信長以上に気性が激しかったとかさ、うん、あるあるあるね、言うじゃん、秀吉なんかもうクソぐらい言ってたとかさ、だそんなのがあるからね、また歴史の話って難しいんですよ、難しい、ね、だから歴史の学者は仕事終わんないんだろう、ね、あそうなんだよ、いつまでたっても新しい資料出てきちゃうんだろうねきっと、あるんじゃん、どこぞこの寺を開けたらなんか書物っていうか、うん、昔だから木に書いてるのが出てきたとかさ、それが昔は読めなかったけど今赤外線でどうにか読めるようになるとかあるわけでしょ、あるんだよ、まただからいい箱になっちゃうんだよ、ですって、うん、面白いね歴史って、あの信長後期も新信長後期も面白いんで、うん、興味のある方ぜひ、うん、三国志好きは孔明の嫁をおすすめです漫画ですなんか危険な感じになってきましたよ、うん、時間、うん、ほら、ね、もうそろそろ今日終わりです、あーやばいね、じゃあねテーマだけ言うとこんなのもありかな、いいんじゃない、絶対今日回んないよ、まあ夢の会だよ、夢の会だよ、誰の責任、俺だよあでもきっかけ俺が新信長後期持ちできちゃったからなまあ共同責任です、連帯責任、もうさ、俺歴史の授業好きじゃなかったんだよな、だからここは約束しよう、2人で次回は絶対歴史の話からは入らない、うん、いや今日歴史俺社会科苦手だったんだ、うん、うん、だからだけどもいざその卒業し終わったらさ、うん、あ14歳だけどさ、うん、したらさあの地理は桃鉄で勉強できて、戦国史に関して言うと俺無双で勉強したので、お意外に面白いよね、あの歴史とか地理ってね、あのだから修学旅行とかでさ、うん、中3ぐらいであの京都奈良とか行くじゃんさ、うんうん、つまんねえなと思ったけどさ、うん、今猛烈に行きたいもんなわかる、ただ俺京都お線香の匂いで死ぬと思う、ああそうかそうか、香りがね、俺ダメなんだよ、お線香はさ、線香はお線香、線香、お線香どっちでもいいじゃない、どっちでもいいの、うん、だってあのうーんのコマーシャルはほらお線香、ああそっか、うん、言ってるから多分大丈夫ですよ、お線香で、ね、でね、うん、あの最後に本当は今日話すべきテーマ、ああそうだ、それは言おう、そう、この間シングシングシングの、うん、感想の風来法って言ったんだけど、うん、コワーキング、コライティング、コーライティング、コーライティング、コワーキングじゃ、コーライティングっていうのをね、うん、まあちょっとテーマに、まあだから今2人でやってるじゃない、うん、っていうところの話をねちょっとしようかと思ってたんです、はい、で今日はとりあえず新信長後期が面白いですよっていうと、孔明の嫁も面白いですかって、面白いですよっていうおすすめ漫画紹介で終わってますタイトル変えないといけないね、解放棋士のギター持ってきちゃったでもうこれでした、こんな話です、うん、まあこんな回もあったということで、はい、次回から今日の分まで話さなきゃいけないんで、うん、歴史の話なしでいきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ次回ですよろしく